ようございます。視聴者の皆さん、私は越智虎子、都立日野南高校の2年生です。今日はご近所でも噂のパーフェクトガールである私の1日のルーティンをご紹介します。おいトラ、そこ映せよ。そこトラコは元ヤンであった。うん、今日も時間ぴったり。さすが私。よし、朝の支度始めるか。あーみーちゃん、今日も可愛いね。おはよう。トラコは少女趣味であった。あ、ちょっと恥ずかしいからこういうこと女だよ。それじゃあ洗面所へゴー。鹿の子の子の子コスタンタン知ってるよって人はグッドボタンで教えてね。よし、今日も元ヤンがバレないように完璧な偽装を施さなくては。さて、朝の最難関がやってまいりました。それはここです。これチャームポイントですから、私ちゃんと整えなくては。よし、完璧。次は制服に着替えなきゃ。着替えてきます。お着替え完了。これでもうどっからどう見ても優等生にしか見えないわ。こんな私が昔は。あ、対面。なめたこと言ってんじゃねえよ。まとめてかかってこいよとか。あ、ペイアンでやられた。たくしょうがねえな。あたいが敵取ってやるよ。ヒナロ猛獣ダメだ。なんてことやってたなんて、みんな思いもよらないだろうな。あ、いけない。そろそろ朝食食べなきゃ。しっこ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 。ずんずんずんじゃずんずんずんじゃじゃ朝食作るぜ。こしっと朝食は何を作るかって、そいつは教えられないな。と見せかけて、卵かけご飯いただきます。それでもうた。落ちてもうた。どうすんか。もったいないからね。ごちそうさまでした。あ、もうそろそろ学校行く時間だな。しーか行ってきます。しーかしーか。しっかしかしかしか。時は過ぎて放課後。寄り道してたら遅くなっちまった。ごめん遅くなった。っていうか今まで割と普通にいたわ。鹿の子、お前が連れてきたのか。いない。ぬん。ん？ぬぬん。もしやこの鹿。しーか。鹿の子、何ふざけてんだ。お前が鹿の子だってことは分かってんだぞ。早く元に戻れ。戻らない。
はぁ、あ、こいつ私をからかってるな。いい度胸じゃねえか。その化けの皮ならぬ鹿の皮、私が剥いでやる。よし脱げー、その着ぐるみを脱げー。あ、いやん。鹿の米、なかなか着ぐるみ脱ぎ上がれねえな。マジだ。鹿は草食動物、草や葉っぱを食べる。私が丹精込めて育てたマジだ。あ、怖っ、何その鳴き声、初めて聞いたんだけど。オジカは攻撃的になるとゲゲゲと鳴いて威嚇する。この時むやみに近づいてはいけない。いじれもやめねえってか。けどこっちだって引けない。万次郎たちの命を私が守らなくては。こうなったら武力装置だ。もっと本質的にこいつの興味をそそることでないと万次郎たちを守れない。鹿の子が興味を引きそうなもの、引きそうなもの。あっ、これだ。あー、こんなところに私の黒歴史ポエムノートが。こんな恥ずかしいもん、今すぐ燃やさなきゃな。ちら、でも私と鹿の子の仲だしな。燃やす前にお前が元の姿に戻ったら特別に見せてやってもいいんだけどな。違う。ビンゴ、反応した。他にも最近作った自作オリジナルソングとか聞かせてあげちゃってもいいんだけどな。何それ、聞きたい聞きたい。しゃあねえな、ちょっとだけだぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。ズズンズッチャッチャ、ズズンズッチャッチャ、それ向けもとやうかしちゃさ。悲しい歌は拭いに今日その涙。やれやれ、私は目立ちたくないだけなんだけどな。3分はっ、3秒で十分だ。 Go! ファイト! コスタン! 元やったけど甘く見るのよ、さまぞうぐんだ。もうころ拳がホームレフンさえ火を吹くぜ。虎の肉球はぬるくないぞ。ん?誰だお前ら。この子です。のこたんって呼んでね。今日は私の一日のルーティンを紹介するよ。しーこしーこのつ。うー、鹿日和、今日も一日頑張るぞ。鹿のこの子のココシさんたん知ってるって人はグッドボタンで教えてね。通帳にするのを忘れないでね。洗面所へゴー。うん、私も女子高生だからね、身だしなみをきちんとやっちゃうよ。まずは髪の毛からだね。邪魔だな。ぬんぬん、これでよし。のこたんの角は脱着可能である。うん、うん、うん、次は歯ブラシ。
しっこ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 。あれおかしいな、まだ下へんべがついてる。しっこ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 。あれまだ下へんべがついてる。しっこ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 。あれエンドレスである。身だしなみ完了。さて次はそうだお着替え。のぞいたらしかーん。しかぬん。あ、ツルトさん、ノッツノッツ。なぜクローゼットの中に鹿がいたのかは秘密である。よし、ぬん。ノコタの制服姿可愛かろう。いけない、そろそろ朝食の時間。朝ごはんは何にしようかな。よし、食べた。あれにしよう。一体どんな朝ごはんになることやら。朝ごはん、からつき。結局、鹿せんべいである。うん、鹿せんべい。あらあら、お行儀の悪いこと。眠くなって。おやおや、今日は遅刻かな。時は過ぎて放課後。近くのみんな、ノッツ。あれ？誰もいない。そういえばコシタン、生徒会のお仕事があって部活出れないって言ってたな。仕方ない。私一人で部活動をやるか。ヌン。ヌン。もんもんもん。食べる以外やることないな。そうだ、この前作った曲の振り付けを考えよう。大好きな君のために心を込めて歌うよ。それでは皆さん聞いてください。家族になる日の出。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。でもどこか寂しそうな瞳、本当は気づいてる。ヒロじゃダメだってこと。奈良の鹿が君を呼んだ。
日野動物園でアルバイト中ですね。頑張ってください。わあママ見て、鹿さんがいる。僕鹿せんべいあげてみる。ほら鹿さん、鹿せんべい。ああ鹿怖い。つまぶれた。ただいまより日野動物園名物鹿の大名行列が始まります。通路を開けてお待ちください。それでは皆様、鹿の大名行列をお楽しみください。大名行列とは一体？今日もお仕事頑張った。つのとさん、お疲れのっちゅー。角田さんはお疲れ気味だった。鹿？ちょっとお腹が減ったな。鹿せんべい、鹿せんべい。鹿せんべいがない。部室に置き忘れた。さすがに暗くなっちゃったな。新入部員か。俺が新入部員に見えるのは、お前もなかなか来てるな。俺はな、日野老王女のトラコに用があってきたんだ。さっさとトラコ押さないと痛いぞ。なんで笑うんだよ。なんで笑っちゃうんだよ。俺はな、日野の猛獣トラコに用があってきたんだ。さっさとトラコ出さないと痛いぞ。来たぞ。危ないよ。なんで笑っちゃうんだよ。さっさとトラコ出さないと痛いぞ。こいつはもしやコシタンのヤンキー時代のライバル。こいつにコシタンの居場所を教えたらコシタンが危ない。おい、うかつに獲物ちらつかせんじゃねえぞ。ここは戦場だぞ。なんで、お前がいるんだ。コシタンの居場所を知りたかったらまず私を倒すんだな。じゃあ俺はこれを使わせてもらう。お前も好きな獲物を使うといい。ぬん、ならこいつを使わせてもらう。てめえ舐めてるか。